え、本当にバブっていいの？マジでバブるよ俺。いきなりこうゴロン。何それ？教えて欲しかったら金出せ。はい、お、ありがとう。やっぱ身をもって太ったらこうなるぞっていうのを発信してるからね、俺は。確かにな。え、なんか物食って死んじゃうってのはどうなったの？あんまりカルパスで爆発いや、あれただ話が肥大してるだけです。食っても爆発しねえから。あ、本当？やばいだろ、カルパスで爆発って。もうコーラなんて飲んだらもう死んじゃうの？死なない。まあ5億あれば何でもできるからな。何度も挑戦できるからな。ねえ、それは本当にそう。あ、鳥ちゃんの鳴き声する。名前なんだっけ？ナムルくんだっけ？えぐいってなんだっけ？あ、そうやねえ、ナムルにしないでなんだっけ名前？メルくんね、メルくん。あ、メルくんだ。そもそもダコチテをまだ俺は知らない。どんなものなのかを。え、本当にバブっていいの？え、本気でバブっていいならマジでバブるよ俺。え、普通にみんながもう見てられないぐらいのバブちゃんになるけど大丈夫？バブバブ、まんま言うよ。昨日の配信でハリケーンさん最低だと思ったけど今ハリケーンさん最高です。ダメ？でも気をつけろよ。最低のやつってずっと最低じゃないんだよ。たまに最高を織り交ぜることによって他の最低を隠すっていう最低な行為だから、結局俺がやってる行為は最低になるんだよね。あれ、俺昼飯何食うって言ったっけ？唐揚げだよ。え、唐揚げ屋の唐揚げじゃない？あれ、ナムルってなんだっけ？ナムルも食った方がいいんだっけ？いや、ナムルはうちのインコの名前間違えたんだって。何くんだっけ？ムルくんだっけ？何くんだっけ？ふざけてる？ちょっと待って、思い出すから待って、言わないで。ナムルって言って、その後、ルルくん？惜しいよ、惜しい。くる。あ、できない。なんだ？こうか。ほら。なんすかそれ？何それ？このゲームスライディングできるんだよ。え？何ボタン？スライディングってパルクールっていうのが存在してて、このゲーム。はいはいはい。そのパルクール開始ボタンっていうのを設定すると、例えばこういうとこでもいきなりこうゴロン。え？かっこよ！は？できんだよこれ。何それ？パルクール開始ボタン。え？ってかそれ必須じゃない？ちょっと待って、必須すぎないそれ？お前この情報ないとある冒頭ミッションクリアできないから、教えて欲しかったら金出せ。今なら100万でいい。100万で教えてやるよ。え、本当に？じゃ、もうちょい。もう一回。いいや、100万。もう一回。お前、ちょろまかしてるからいけたら100万で教えてやるよ。その代わり、他のやつから同じ方法で稼げばいいじゃん。確かに。あたかも自分で見つけたかのように言いふらそう。当たりよ。そう、言いふらしてやるよ。はい。お、ありがとう。ディスコードに書いてあるよ。まあでも100万もらったから本当のこと教えるけど、はい、これどこで使うかっていうとパシフィック銀行ですからね。へえ。パシフィック銀行になんかレーザーがあるんだけど、そのレーザーをかいくぐるのにローリングとスライディングが必要。ちなみにだけど、あのパシフィックで本来必要なアイテム、あの俺が問い合わせたら、あのこの世界にまだ爆誕してなくて、え、物理的に無理で運営に補填してもらった。あ、じゃあ聞かないといけないんだ。じゃあそれ行くときはもらわないといけないんだ。いや、もうそれがどこで売ってるかも、もうある。ちょっと教えてよ、きょうちゃん。ちょっと教えてよ。それが多分本当にちゃんとした情報かもしれない、ね、それは書いてない情報。それはマジで書いてない。ちょっとマジ頼む、本当にさっきの100万でちょっとお願い。もう100万かな、やっぱり。くあー、くそ。でも本当にこれだって今日俺らが一発目にやった時に有益情報だから。有益？いや、マジですごいぞこの情報。お前これこそドヤ顔できるよ。メカニックやって情報屋みたいなことできるよ。本当に知らないのみたいな。どこにもうなしよ、乗ってるよとかはなしよ。いや、そうだよね。あ、ブラックマーケットで売ってるよ。